はいはい、狼狩りをねしてる途中で、なんかねこれほら飛行機みたいな戦闘機みたいなやつ見つけたよ。ほら、お、なんか、え、何あれ、お、なんだ、やばいやばいやばいぞ、なんかワニかなんかちゃうか。方角的にはこっちで合ってるはず。うん、そうだね、もうちょっといったところにバッテンマークがあるんで、発掘現場なるものがねあるんじゃないでしょうか。目に見えてわかるのかな、ここは発掘現場だっていうのかね。お、なんか来たぞ、ちょっと待って、ふざけんなふざけんな、ちょヨットゲームチャンネルへようこそ。ヨットと申します。ラディエーションアイランドスイッチ版、続きをやっていこうと思います。はいはい、前回のね動画から中1日空けてね、あの動画アップさせてもらってるかと思います。ちょっとねスケジュールの都合で1日空いてしまいまして申し訳ございません。そしてね、申し訳ついでにですね、前回の動画もですね、これまたスケジュールの都合で2つに分けるところをね、1つにしちゃってね、長い動画になったかと思います。そちらも申し訳ございませんということで、さあさあやっていきましょう。サバイバル生活も4日目ですかね。うん、このねちょっと山登ってきたところのこの大きいね建物を、中間地点というかね、なんか中間ポイントみたいにしてベッド作ったんだよね確か。うん、なのでちょっとノートを開きます。ノートどうやって開くんだっけ中1日空いただけでね、ゲームのこの操作性を忘れております。あ、そうだそうだ、プラスボタンだね。うん、これね、真ん中へ行くってあるよね。こう真ん中とは何ぞやっていうのがですね、この地図を見ます。これね、ちょっと見にくいんだけど、これが島の全体図。ちょっとね、赤いバッテンみたいなところが今いる場所だと思うんだよね。これね、ズームしたらね、うん、さらにわけわからないんだよね。正味、山の中というかね、そんな感じです。どの辺が真ん中に当たるのでしょうかね。真ん中ら辺に行ったらポイントがね、つくんでしょうか。ちょっとよくわからないんですけれども。そして、これまだやってないのが薬を作るっていうのもね、ちょっとまだね、達成できておりません。うん、そっからずっと来て、次ね、真ん中へ行くの下。衣服を一着作るっていうのあるよね。うん、それもね、ちょっとやってみようかと思います。はいはい、装備系のね、クラフト表がこちらになりまして、なんかね、いろいろあるよね。うん、あ、キャップとかね、頭装備ないよね。うん、これ、どうなんだろうね。服は服、ズボンはズボンみたいな感じで、別々に装備しないといけないのかな。これ確か持ってたよね。今装備してるよね。そうだね。何にせよ、革が必要っぽいよね。あ、ワニの革って持ってたよね、確か。置いてきたんかな？第一拠点にね。あ、この辺なんかすごいな。この辺上位装備っぽいね。簡単なやつ、糸と革とかでね、この辺は作れそうだから、頭装備作ろうか。革4つか、革4つ。革ってね、なんか多分、動物を狩ると思うんだよね。うん。よし、スリングショットを装備して、ちょっとね、この第2拠点の周りをね、ちょっと探索しながら、動物なんかがね、出てきたら飼っていきたいと思います。はいはい、現在ね、あの第2拠点からまたちょっと登ってきたところで、ちょっとね、敵の反応がございましたよ。出てきたね、出てきたね、ゾンビどもが。よし、行け！何発ぐらいで倒せるんだろう、ゾンビは。これね、ゾンビね、結構アイテム落とすから、ちょっとできるだけ倒していきたいよね。もう5発ぐらい撃ってるぞ。いけいけいけ、撃て。オッケー。オッケー。7発ぐらいいった？もうかなり使ったぞ。これすぐなくなるぞ。ただね、このスイングショットの弾は、石からね、生成できるから、これ簡単に作れるからね。もう、どんどん使え、もうどんどん。めんどくさい、もう。オッケー。あ、なんか落としたね。クリスタルかな？お前らめっちゃ、お前らめっちゃ滑り落ちてくるよね。何落とした？あ、ウサギちゃんいるね。これなんだ？うん。あ、まだいるぞ。
言うぞ。どこだ？これね、左上なんか、あ、狼だ。狼、あれちゃうか？川落とすんちゃうか？よし。ナイス。川ですね。これやこれや川。うん、ウサギちゃん、ちょっと大慌てだけどね。うん、君は狙ってないから大丈夫だよ。はいはい、狼狩りをね、してる途中で、なんかね、これほら、飛行機みたいな、戦闘機みたいなやつ見つけたよ。ほら、あ、ボックスもあるね。なんかないか？お？何？何これ？え、果物の餌。果物の餌って何それ？これ食べ物じゃなくて？あ、食べ物じゃないっぽいね。詳細見よう。うん。地面に落ちている果物で作る、トラップにウサギを誘い込む。あ、こう、罠に使うような餌なんだ。あ、そうなんだね。これね、こう戦闘機みたいになるってことは、なんか兵隊さんか何かがね、乗ってて墜落した。そんな状況じゃないかな。はいはい、革をね、4つ手に入れましたので、この革製のね、キャップっていうのをね、作れるようになりました。作りましょう。よいしょ。うん。これで、服を1つ作るっていうのがね、チェック入ってるんじゃないか。ん？どこだ？あ、これだね、下から2番目。衣服を1着作る。OK。はいはい。次のチェックポイントなんですけれども、この真ん中へ行くのさらに下、マシンガンを見つけるとか、リボルバーを見つける、小型望遠鏡を作るっていうのありますよね。マシンガン、リボルバーっていうのはね、見つけるなんで、ちょっとね、いろいろ今の場所からね、移動して探しに行かなきゃならない。そして小型望遠鏡を作るっていうのは、まあ、作るなんでね、どうやって作るのか見てみます。はい、小型望遠鏡はね、こちらです。これまたね、革とガラスと糸なんで作れそうだよね。ただガラスがね、確か第一拠点の方にね、あるんだよね。なので革をゲットしつつ、このね、小型望遠鏡をね、先作ってみようと思います。はいはい、第一拠点の方にね、戻ってまいりまして、材料がね、集まりましたので、このね、小型望遠鏡を作ってみたいと思います。はい、できたよ。これで、よいしょ。このね、チェックポイントの、結構下の方だったよね。はいはい、小型望遠鏡を作るっていうのにチェック入りました。せっかくだから使ってみよう。これどうやって使うの？あ、装備するでいいの？ん？なんかも、右手に持ってるやつ？これ。R で覗けるんだ。あ、こういうこと？海見たら全然わからへん、わからへん。ちょっと待って。あのね、軍事施設見てみようか。あ、結構ズームできるね。倍率はさすがに変えれないのかな？うん。あ、覗きながらね、一応動けるみたいです。あー、これでね、こうやって、あ、あの辺に何かありそうだぞ、とか言うてね、こうやって、あー、望遠鏡使えるんだ。はいはい、第一拠点のね、周辺なんですが、このね、なんか塀があるんですよね、この先。でね、なんか敵の反応があるんですよね。ここね、海ちょっと通っていったら、こっち簡単に行けるんだよね、これ。なんかいるぞ、多分。お？なんか、え？何あれ？お？なんだ？やばいやばいやばい、やばいぞ、なんかこワニかなんかちゃうか？ちょっと、やっかい、やり。よいしょ。え？おい、わ、え、ちょっと待って、やりめっちゃ持ってたら、なんで1個しかなくなってんの？ちょっと待って待って、やばいやばい、スリングショット。スリングショットで撃て。おい、わあ、ワニだ。そしてワニ側だ、これ多分。
ワニ出てくるんだ。はいはい、ワニがね、出てくるってことが分かったんで、今ね、ワニ狩りしてるとこなんですが、皆さん気をつけてくださいね、このゲームしてる方。これ、石槍ね、一回装備して、外すと、高い確率でね、この石槍の在庫がね、ゼロになってしまいます。はい、そういうバグが出ておりますのでね、気をつけてください。あのね、もうあんまり作りすぎない方がいい。うん、石槍は。こまめに作って、こまめに使うでいいんじゃないか。うん。はいはい。今ね、この島の模型のあるね、ところに来ております。待ち針がね、いっぱい刺さっております。うん。地図を開きます。ちょっとね、地図の見方も分かってきたんだけど、これね、ちょっとね、ちっちゃくてマークが見にくいけど、これそれぞれ、トラベルポイントとか、テスラタワーとかね、復活地点。そして、バツマークが発掘現場ということで、いろいろね、マークによって、でこの意味があるみたいなんです。ちょっとズームするとよくわかるんだけど、これね、今いるこの島の模型みたいなね、あるところがなんかね、何マークって言ったらいいのかよくわからないけど、蜘蛛の巣が張ったようなマークあるよね。それがここなんだよね。で、第一拠点のところにこのベッドマークついております。復活地点だから、まだ死んだことはないけど、死んだらね、ここへ復活するという意味なんじゃないでしょうか。そして、西側に、バツ一つ。で、東側、そしてちょっと南の方に行ったところにね、バツ二つあります。ちょっとね、第一拠点から近い、西側のね、バッテンマーク。それが、この発掘現場らしいんで、発掘現場にね、一度行ってみたいと思います。はいはい。何気にね、この塀を越えてね、こっちの、西側にね、あまり来たことなかったんですよね。方角的にはこっちで合ってるはず。うん、そうだね。もうちょっと行ったところにバッテンマークがあるんで、発掘現場なるものがね、あるんじゃないでしょうか。目に見えてわかるのかな？ここは発掘現場だっていうのがね。近そうだ、近そうだ。もう近いよ。これじゃないでしょ？発掘現場って何？発掘現場って。お、もうほぼほぼ来てるぞ。発掘現場に。なんだ？ここら辺だよ。発掘現場。ん？ちょっと発掘してみる？これ、ツルハシとかあるんでね。お？いや、普通の岩に見えるぞ。いや、正味ここだよね。なんか、ん？発掘現場。穴掘るんか？もしかして。発掘。どういうことだ？ちょうどこのバッテンマークのあるところに、何か埋まってるとかそういうことなのか？ちょっとね、目に見えて、僕のイメージでは、なんかね、発掘できるような岩みたいなんあるんかなと思ったけど、そうじゃないみたいだね。はいはい。発掘現場の方にまた戻ってまいりまして、正味この辺だと思うんだよね。スコップを持ってきました、スコップを。よいしょ。これで、あ、何？ムービーになったぞ。そして、初めて自分の姿が見えたね、一瞬。ちょっと待って。こうあかん、もうそうなんねん、そうなんねん。もうスコップいい、もう取り外しても。メニュー開いただけで掘ろうとするから、お前はもう。なんか出てきたぞ。あ、なんかいっぱいアイテム入ってるね。矢尻とか弓矢とかあるぞ。弓矢はありがたいね、これね。弓は A は持ってるから。あ、矢尻もあるね。なるほど。こんな感じで地図上に表示されているバッテンマーク。ここはね、ちょっと周りも何もないけど、シャベルで掘ると、こうやってね、アイテムボックスが見つかるんだ。はあ、そこにね、ちょっとレアアイテムなんかがあるかもしれないね。お、なんか来たぞ。ちょっと待って。ふざけんな、ふざけんな。ちょ、待って。嘘やん。
はいはい、なんか、ちょっとね、あまり突然のことで何が起こったのかさっぱりわかりません。なんかね、日本刀を持った、なんか、日本兵みたいなやつに襲われて、テンパりすぎてアイテム出す前にやられましたね。うん。そして、おそらく装備してたアイテムがね、一つなくなったんじゃないか。弓がね、一つなくなった。よかった、弓で。弓いっぱい持ってるから。ちょっと取り返しに行こうか。はいはい。ほんでね、一回死ぬと、死んだポイントに、ドクロマークがつくみたいです。アコで行ったらなんか、落としたアイテムとかが手に入るとかそういうことかな。落としたアイテムというか、ちょっとね、装備してた武器がなくなるみたい。これね、新しく弓持ってきたんだけど、防具はね、なくならないみたいだね。さあさあ、この辺りだぞ。あいつまだおるんちゃうか？あの日本兵みたいなやつ。あれはね、完全にね、不意をつかれたけどね、今度はね、この石槍持ってるからね。あ、これさっきのやっちゃうか。ん？これ何これ？これ関係ない？あ、これさっきのだね。そうそう、ここにも弓入ってたんだよね。ここで、マップを開きます。あ、ドクロマーク出てるよね。死んで失ったアイテムとかは手に入らないのか？回収できないのか？これ違うでしょ？うん。だから、おそらくね、この死んだ時に装備している武器だけロストするって感じじゃないかな。そして左上、ゾンビの手のマークがついております。あいつまだおるぞ、絶対。おるぞ、おるぞ、絶対おるぞ。あ、消えたね、今。くっそ、あいつどこ行った？ほんまに。そうです、そうです。X ボタンを押すとね、近くの敵をロックするんだよね。いるぞ。ただ画面がくそ、赤、うぅい。暗いね、もう。急すぎる、ほんで。もう急すぎるから。なんかいっぱい手に入れたぞ。暗い暗い。わ、え？古いライフル。うわ、すげえ。すごい、ライフル手に入れたぞ。ちょっと待てよ。タイミング悪すぎるやろ。はい、今ね、第一拠点にね、戻ろうとしてるんですが、一つ気になることがありましてね。この雪マークみたいな横のなんかバイオハザードマークみたいな出てるんだよね。これ何なんだろうね。感染してるっぽいぞ、何か。さっきのね、日本兵みたいなやつに攻撃されて、なんかウイルス感染とかしてんじゃないか。ただね、アイテム何も持ってないから、どうなるんだろう。もうちょっとでね、ゲージがマックスになりそうだ。ゾンビ化するとか、もしかして。どうなるんでしょうか。お、あ、死んだ。はいはい、死ぬみたいですね。なんかウイルスやられかなんかしたってことかな。特に説明がね、正味ないんでね。はいはい。こちらですね。ゾンビに接触すると致命的な病に感染します。抗ウイルス薬があれば生き残れますということです。なるほど。ゾンビと交戦するときは、このね、抗ウイルス薬っていうのを持ってないと、ウイルス感染しちゃうんだね。はい。そしてね、その日本兵ゾンビからね、手に入れたのがこちら、古いライフルですね。うん。制作負荷、チェストに入っていたり、ゾンビからドロップすると。で、ライフルは最も強力な遠距離武器の一つということですね。はい。そしてね、そのライフルを使うための弾がこちら。ライフルの弾は制作、チェスト、アンデッドからのドロップで手に入ると。ライフルやマシンガンの弾丸ってことですね。これ、薄いからちょっと見にくいけど、円かな？
円と隅と硫黄、うん、これでライフルの弾が作れるっぽいね。いや今後のことを考えてね、作っとくのもいいけどね。はいはい、必要なね素材を結構集めましたんで、ライフルのね弾を作っていきましょう。うん、これ一つでワンセットで4つできるんだ。うん、オッケー。あ、硫黄なくなったね。オッケー、12発ありゃねとりあえずオッケーじゃないか。はいはい、ライフルをね装備してみました。いやーいいねいいね、うん、一気になんか強くなったよ。ちょっと向かうところ敵なしなんじゃないか。はいはい、それではね他の発掘現場でちょっと発掘してみましょうか。結構ね重要なねアイテムが手に入るかもしれないよね。はいはい、第2拠点のね方にやってまいりました。地図を開きます。お、結構あるよね周りに。一番近いの北側じゃないか。ちょっとね行ってみましょう。はいはい、おそらくこの辺りだと思われます。スコップ出せ、スコップ。この辺でねスコップで掘ろうとすると、あ、そうそうそう、ほらほらほら、出たぞ出たぞ。でさっきいきなりね日本兵出てきたんだよね、これをあさろうとすると。そういうシステムの可能性があるから、ちょっと石槍を装備しとけ。見るぞ、開けるぞ。よいしょ。うわ、めっちゃなんか入ってる。うわ、めっちゃ装備入ってますやん。軍用パンツ装備しよう。これは軍用キャップを装備しよう。うわうわうわ、装備めっちゃ充実。え、これは軍用ジャケット装備しよう。これはあ、軍用ジャケット2つぐらい入ってたんだ。これは軍用ブーツは装備してるね。うわ、めっちゃ装備整ったぞ。お、ちょっと出てこへんか、出てこへんかやつ、それ俺の服や言うて出てこへんか。大丈夫だね。うん、発掘ね楽しいよね。ちょっとねバッテン印というバッテン印をね掘っていきたいよね。はいはい、近いぞ近いぞ。あのバッテン印はこのね墜落した飛行機があるところらへんじゃないか。この辺じゃないか。あ、そうだねそうだね、この辺だこの辺だこの辺だ。よし、スコップスコップスコップ出せい。お、あったぞあったぞ、発見発見。ちょっと石槍装備せ、石槍装備せ。もうトラウマなってるからねあれね。おお、こうへんか日本兵。よしよしよし、ちょ、見よう見よう見よう、開けるぞ。オープン。え、なんだなんだ、ちょっと草に紛れてよく見えない。これ何、あ、古い銃。あ、いいね、移動する。これゲットしとこう。詳細見ましょう。うん、古い銃、チェストに入っていたりアンデッドからドロップすると。ピストルは、ん、小石を弾丸にして使う。大ダメージを放つがリロードに時間がかかるってことです。え、小石が弾になるの。こんなん言っとくけどスリングショットがただのゴミになっちゃうよ。はいはい、銃をね装備いたしました。これねなんか小石を発射できるみたいです。撃ってみよう。おー、え、何何その左手、その左手何それえ、な、え、え、なになに、あ、もう撃てないの。ちょっと待って、リロードってどうすんの、リロードってリロードどうすんの、リロード、え、どういうこと。はいはい、僕勘違いしておりましたね。そら小石を発射する銃だったらね、スリングショットの意味なくなっちゃうから、そうじゃないんですよ。小石、炭、硫黄を使ってですね、この古い玉というのを作れるみたいです。作っていきましょう。はいはい、第2拠点のね、中にこのね、溶鉱炉を作ったんで、このね、室内でね、こうやっていろんなものを溶かしたり焼いたりできるようになりましたね。これでね、どんどん焼いて炭作っていってます。
いやーいいね、この山の方のコテージでこうやってね暖炉に火を灯して、そしてほら山並みですよ。アルプスの少女ハイジみたいですね。口笛はなぜ遠くまで聞こえるの、あの雲はなぜ私を待ってるの、教えて。はいはい、これでね古い弾が何個か作れそうです。これもねライフルの弾と一緒でワンセットで4発作れるみたいですね。うん、よいしょ。うん、これもねとりあえず12発作りました。はい、ということで今回ねかなり防具も武器もね充実いたしましたよね。これサバイバル生活どんどんね充実していくんじゃないか。そしてよいしょ、うん、このねチェックポイントの、マシンガンを見つける、リボルバーを見つけるっていうのにチェック入ってないから、あのね手に入れたライフルや銃なんかは古いっていうのがね頭についておりました。なのでこのチェックポイントを満たしたことにはなってないみたいだよね。そして地図、うん、このね周りにもいろんなね発掘ポイントがねほらバッテンマーク結構あるんだよね。なのでまだね行ってない場所行きつつ、この発掘ポイントなんかをね掘り起こして新しいアイテムを手に入れていく、そんな流れでねやっていこうかと思っております。はいはい、ということで今回はここまでにしたいと思います。よろしければチャンネル登録、面白ければ高評価よろしくお願いいたします。そしてよろしければ次回の動画もぜひご覧くださいませ。ありがとうございました。ヨットでした。